はい、お伝えします。細田官房長官は今日、小泉総理大臣が明日の日朝首脳会談で拉致被害者の家族8人全員を明日中に日本に連れ帰ることに全力を挙げるという考えを示しました。今日午前の記者会見で細田官房長官は、We're gonna make it through.